正月で実家に帰省しているサティだ。私現在ね、正月休みということでね、地元である沼津に帰省してきているんですけど、ちょっとギャルがいてね、恥ずかしいですね。せっかく帰省したということでですね、皆さんに僕のゆかりのある場所をね、紹介していこうかなと思います。沼津三島ぐらいになるのかな。ちょっとギャルが気になってるね。俺のゆかりのある土地を紹介していこうのコーナーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず沼津駅北口の正面に見える柱の建物を見てください。出た、ビビ。はい、こちら。はい、そうです、ビビって言いましてね、中学のドキュンみたいな人たちがね、あそこにたまるんですよ、あそこのゲームセンターに。中学生の時、ビビ治安悪いから行っちゃダメってこう学校の先生からね言われるみたいなね、ドキュンのたまり場です、ビビ。ドンキホーテの次に沼津とビビにたまります。皆さん、はい、ラブライブ一切知らないんですけど、沼津が舞台になってるらしいんで、ラブライブ好きな人はね、沼津来てみたらいいんじゃないですかね。もう 何をどう沼津を舞台にしてるかわかんないですけど、こんな何もない街と。いうことでね、まあちょっとお正月ということで、最初は三嶋大社に初詣に行きましょう。去年の流れで、去年の流れは動画撮ってないけど、いつ毎年まっちゃんと言ってるんで。じゃあお正月、三嶋大社に行こう。ごきげんよう。ご覧ください、こちら三嶋大社になります。もうね、今1月3日なんですけど、3日も経つのにこの混み方どうでしょうか。もう今ね、ずーっと探し回ってるんですけど、駐車場がいかんせんないと。なんでこんな混んで、3日だぞと。お前らもう1日2日に済ましとけって話だから。初詣はちょっと後にして、まず腹ごしらえ行きますか、まっちゃん。そうしましょう。去年も動画にした沼津一うまいラーメン笑福行きましょう。腹ごしらえする。腹ごしらえする。腹ごしらえする。はい、皆さん見てください、こちらサントムーン柿田川。太陽と月でサントムーンですね。ちょうど通り道だったからね、寄ったんですけどね。多分ね、デートとかに使ったことある人もいると思うし、俺もここ何度か来たことあるんですけど、いまだに何の店かわからないという。もう出ます。ちょっと用はない。ちょっとサントムーンを皆さんにお見せしたかったなっていう。三島沼津の方に来たんで、サントムーン行ってみてください。入って、あ、本当だ、ここで何したらいいんだろうっていう気分になるから。バイバイサントムーン。その先右方向です。ラーメン食い行こう。そうしよう。はい、はい、去年の動画引き続き来てしまいました。笑福東新支店でございます。ワク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 。じゃあ行きましょう。笑福ね、千本浜っていう海の方にもね、本店があるんだけど、俺は東支持店のが好きです。そう、みんなそう支持しているよね。ね。じゃあ順番待ちしましょう。いただきます。新年初ラーメン笑福。おかえり。すする。メガネの曇りが倒しちゃった。曇らせたかった。もう一回じゃあ曇らそうか。え、曇んないんだけど。メガネ冷やさないと曇らない。こいつを。いや豪快。ごめんなさい。美味しかったー。ということで次はじゃあね、私の母校に行ってみたいと思います。お楽しみに。バン。こちら私の母校になりますね。これ入ったら不法侵入だね、多分。入ったら不法侵入になるんで、一応入んないでおくんですけど、はい、こちらがね、学校名、沼津工業高等専門学校。
こちら私の母校になりますね。女子1割男子9割みたいな学校でですね、服装髪型で女子は化粧、制服とかもないんで、僕は上下灰色のスウェットを着てね、それを制服だと言い張って学校に行ってましたね。いいんです、勉強さえしていればこの学校は。きっと今はどうか分かんないけど、当時は最初寮生活をしていて、その後3年生から原付で登校したんで、この時原付で行きたいと、原付をねそこに止めてね行ってましたね。ちょっと寮の方を見に行ってみますか。僕はね機械工学科にを専攻してましたね。沼津高専の機械工学科で金属の組織とか、学校の中に工場が2つぐらいあるんですけど、そこでエンジンの分解組み立てをしたりだとか、あとはもう数学のあの微分積分の応用発展応用発展応用発展みたいなことをずっとしましたね。俺別に工業が好きだったわけでもないので、入ってからめっちゃ苦労しましたね。なんか校長先生の推薦で沼津高専に入ったんですけど、沼津高専がどういう学校かも分からずに入ったんで、もう苦労しましたね。ここの学校5年生なんですけど、最初の1年生で入って2週間ぐらい経った時に1ヶ月ぐらい停学になったりしてですね、本当大変でしたね沼津高専はね今寮の方に回ってきたんですけど、まあ、一応寮にはモザイクかけておくけど、奥のが、まあ、上級生が入れる、なんで名前だっけな、なんだっけな、名前しちゃったな。俺2年生はあの寮に住んでます。でそこは食堂で、寮がね1、2、3、4、5、6個ぐらいあって、そこね女子寮があるんですけど、女子寮ね無駄にセキュリティ高いんですよ。なんかわかんないけど、なんかドアのところにカメラついてたりとか、必要ねえだろと必要ねえだろって言いたかったですね当時の僕は。2年生の時に住んでた寮のちょっと裏技、寮ってもうなんか確か6時とかが門限だったのかな、5時とか6時とかが門限で、それまでに来ないとお風呂とか飯が食えないみたいな感じで、もうすぐ帰んなきゃダメなんですよ。ただその時にもう若いから有り余ってるわけですよ。もうなんとかして外出たいと。そうすると寮の、ま、窓からこっそり忍び出て、ま、夜抜けみたいのをするわけですよね。でも夜抜けしたら退学なんで絶対にバレられないと。夜抜けでね学校から干された人何人いますよ。あ、僕はやってないですよ。僕は夜抜けなんてそんな滅相もないやってないんですけど、まあ噂で聞いた話みたいな、なんかさ、僕はもう夜抜けなんてそんな、この寮の窓から出て、でタタ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 タ、もうバレるなバレるなって来て、ここの柵から抜けるとここの柵から夜抜けして、ここにみたいな感じに、ね、なるんですよ。でただ夜抜けするはいいんですけど、外出たいから夜抜けするはいいんですけど、やることないんで、上の方にある山でみんな寝るっていうそんだけ夜抜けじゃん、これ山の上じゃん、高専、うん、周り何もないじゃん、うん、足もないし、足もないし、やることないから山で寝るなので、もし高専の先生見ていたらですね、夜とか上の山の方行ったらね、高専の夜抜けした生徒寝てるかもしれないんで、とっつかまえてやってください絶対俺だって真冬とかにさ山で寝て震えてたもん。あ、俺が夜抜けしてないですよそうだっていう感じですね。まあ沼津高専の思い出のほんの一部でした。じゃあ次は俺ここに傷があるんですけど、ここにわかる、これも結構知ってる人もいると思うんだけど、16歳の時に初めて買った60万円のバイクあって、それ1ヶ月でぶっ壊したんですけど、その時ちょっと上のところにあると上で事故ってこの傷できたんですよ。あー骨飛び出てるねとか言って7針だから縫われたんですけど、ちょっとその現場に行ってね、過去の自分に手を合わせましょう道が全然変わってんだけどあれあれ今ここどこ、俺迷子に近い、全然迷子なんだけど、高専から上に来てそのまっすぐ行ったとこのどっかなんだ、まっすぐ行ったとこだったはずなんだけど、あれ全然道が変わってますね。これもう何が何だか、あ、ここあれだな、動画見してないけど俺ここでコスプレしてここで 踊る動画撮ったことあるわ7年前だけど、コスプレして6人ぐらいでここで踊ったわ。ということでですね、俺の事故った場所は行き方が分かんなくなってたということでやっぱね、開発進んでますわ、開発進んでます。ちょっとねもうここの道がもうどこか分かりません地元の開発が進んでて嬉しいです。では
次リベンジ三嶋大社。めっちゃ暗くなった寒い。こちらがですね、年末年始、繁忙期を迎えるという三嶋大社ですね。じゃあここでは、まあ、一旦お参りして、で絵馬描いて、おみくじ引いて、おしまいにしますか。そうしましょう。そうしましょう。もう出店も閉めてるわ。出店も閉めてらっしゃるわ。こんな感じですね、三嶋大社の中に。見てください、手相占いやってる。手相占いかな。占いとかやったことないからな。占いがね、信じません、僕は。俺も信じない。あと、もう本当神社で言うのもなんだけど、神も信じないですね、僕は。人空いてるね、やっぱ夜ですね。空いてるやりたい方だよね。去年もなんかさ、俺とユージとまっちゃんでやってて、なんか実際にあげてるの。あげた、M 字書いちゃう。やってた、やってた。あれも三嶋大社だよね。あ、待って、これいいのか。なんかさ、あの、なんじゃ、なんていうの、鳥居ってさ、真ん中通っちゃダメなんでしょ。そうなのらしい。神も信じないですね、僕は。なんか神の通る道だからここはね、真ん中を通っちゃいけないです。神に礼を言ってた。お邪魔します。まっちゃん真ん中通る。お邪魔します。まっちゃんも撮ってあげようか。まっちゃんも撮ってあげようか。何を撮られるのかな。チリンチリンとかセットしよう。じゃあチリンチリンしよう。チリンチリン、チリンチリンポジション。先行まっちゃんのおみくじ。勝負の時や、ね、狙うはやはり大吉ですか。いや、もちろん大吉でしょう。大吉で、そうだね、カエルがいいな。カエルね、これかな。感じた、それに。これが指に張り付いてきた。81番のやつ。すごい。おめでとうございます。2019年安泰です。ありがとうございます。よし、ゆうきのターン。よし、俺のターン。去年は京都でね、大凶引いてるからね。今年はあそこまで行ってね。頼むよ。泣くよ。去年の大凶を塗り替えろ。こいつだ。どうさあ、いきます。吉。、うん、じゃあ次はエマ。もうエマに書くことも決めてるからさ。エマ書いて、で最後この締めの言葉言ってほしい。今どこだろう。ここじゃ終わってるわ。やっぱ